に呼び出すなんて勝手すぎるわ。服と時計の針見比べて焦るの。シャワー浴びてメイクして髪もどうにかしたい。やだマニキュアが剥がれてる。でも会いたい会いたい喧嘩をしてたはずなのに。ねえ気づけば知らずにあなたを許すタイミング繰り返し考えてたの。ずっと構わずに自転車とバス、ドキドキする胸は坂道のせいだわ。甘い顔を見せるのは悔しい気もするけど、次の信号を探してる。語り尽くせる。